松本市は長野県中心地方に位置する市である。中核市、国際会議観光都市に指定されている。松本城国宝松本城を中心とする旧城下町である。幸いにも、戦災を免れたことから、旧会地学校などの歴史的建造物が多く残る。他に戦災を免れた中規模の旧城下町としては、金沢市や川越市などがある。キャッチフレーズは、 文化カオるアルプスの城下町、山岳都などがある。市のマスコットは、アルプちゃん。日本で最も古い小学校の一つ、海地学校の開校、海成高等学校例に基づく、全国9番目の官立旧球高等学校である、松本高等学校の招致など、教育に熱心な面があった。国立大学法人が一県一学の県において、本部が、 県庁所在地以外に置かれているのは、新州大学のほかは、広崎大学、広島大学、琉球大学のみである。また、小沢誠二ら一流の音楽家が、一斉に集う夏の聖事小沢松本フェスティバルの、開催、全国に広がる鈴木メソードや花いっぱい運動の、発祥、映画や、テレビドラマなどのロケ支援を市が行うなど、文化を尊重する気風は、今も健在である。 食品ロス削減の取り組み、残さず食べよう。30.10運動の発祥の地で、第1回食品ロス削減全国大会が2017年10月、開催された。商業販売額は、長野市に次いで、県内2位である。工業生産額は、安曇野市、上田市に次いで、県内3位であり、県内工業の拠点の一つである。 近年いかに城下町としての景観を守るかが課題になっている。松本市においては2008年4月から市都市景観条例が改正され、松本城周辺の建築物の高さ規制が厳しくなることからマンション建設を前倒しする動きが見られた。これに対し周辺住民の反対意識は強く、すでに完成した縄手通りのマンション建設には建設反対運動が起こった。 近代的な駅中心部から市の外側に進むにつれ、昔ながらの田園、果樹園の風景に変わっていく。東側の里山辺を越えると、ワイナリーや温泉街などの観光地が広がり、美しが原高原へと続く。松本市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。現在の氏名である松本の由来は諸説あるが、通説では武田氏の信仰により落ち延びたかつての品野守五色小笠原長時の三男小笠原上京が1582年に給料を回復した際に、松子と久しくして本会を水具と十0回し解明したとされる。他に、 小笠原宗家が文家とのお家騒動に勝利したことを記念したとする説があるが、内向は約50年前に片付いており、この説は時代的に合わない。松本という姿勢は、松本氏の松本地名よりもはるか昔から存在するが、相関はなく、松本氏に松本氏が多いということはない。市役所等によって、広報、松本のようにひらがなで表記されることもある。 また、松本市周辺や松本地域は、松本平、千曲友などと呼ばれる。旧県名の千曲県は、前身の松本町が、千曲郡に属していたことに由来する。中心市街地は古くは、深瀬郷笹下町または、昌内、品の府中、または神父などと呼ばれていた。笹下町、昌内の由来は、国が否定地とされる。 市東部にあった八丈飲料の荘園で、現在市内にある本城、庄内という地名はこの名残であると考えられる。神父は国府が置かれたことに由来する品の府中の略称である。現在、最も知られているのが、深市で太古の松本盆地が湿地帯であったことを示すと、される深瀬号が点火したものであり、現在でも社名、公名などに使われている。 メトバ側を挟んで北側が北深し、南側が南新地となる。日本海側水系の地域であるが大都市への思向は総じて太平洋側の名古屋や東京の両都市への傾斜が大きく中京圏、首都圏とのつながりが見られる。鉄道でも中央本線を通じて両地域からの特急列車が乗り入れている。また東海三県の私立大学も 松本で地方入試を行うものが多い。一方で、品の鉄道線沿線や日本海側とのつながりはさほど強くない。特に、県庁所在地の長野は日本海側とのつながりが深く、風土も同じ県内にある松本よりも日本海側に近い部分が多いため、口実の通りで断るたびに対立してきた。 日本で三番目の高さのホタカタケや津佐川とショウタ松本市は長野県の中央からやや西のところにあり、県庁所在地の長野市から南西へ七十五キロメートル、名古屋市から北東に百九十キロメートル、東京特別区から西北へ二百四十キロメートルに位置している。二千五年の合併後の地域は西の飛騨山脈から東の地区山地までと広大であり、長野県内では 最も広い。松本市街地は、二つの山脈の間にある、松本盆地の中央部、複合線上地上に位置する。地域は五千万年前は海底にあった。河川では、上高地方面から流れ出す安草川が、市の西部を流れ、奈良川が市を二分するように横断している。また、市街地には清流であるメトバ川が横断している。メトバ川は、元は、 現在の大門、沢川のルートを流れていたと考えられるが、江戸時代をはじめに、人工的に流路が変えられ今の姿になった。山では、合併に伴い、日本百名山の山が多数松本市に編入され、竹戸の側面が強くなった。松本市には、標高第3位の穂高岳や、第5位の槍ヶ岳があるが、市街地からは、手前の常年山脈に隠れて見えないため、 市民には、常年岳や美しが原の方が親しまれている。中部山岳国立公園、八ヶ岳中心公園国定公園が市内にあり、前者には特別天然記念物の雷鳥が生息する。また、継承地の上高地も市内にある。市内には多数の戦場地が形成されている。また、松本市は、ッサマグナの上にあり、 松本盆地東園に沿う糸井川静岡構造線が旧市街地の西側を通っている。市内南部の牛伏寺断層も糸井川静岡構造線を構成する断層の一つとされ、30年以内のマグニチュード6.5以上の地震発生確率が25.21%と全国で最も高いかつ断層として地震関連のテレビ番組などでもよく紹介されている。 2011年6月30日午前8時16分頃、長野県中部を中心とする強い地震が発生し、同市で震度5強を山形村で震度4を観測した。また、国宝松本城に小さな日々が入るなどの被害が出た。森林面積は7万4千ヘクタールで、地域全体の約81%を占める。代表的な山には標高を掲載した。 ケッペンの気候区分では、平野部の温暖湿潤気候と山岳部の亜寒帯、湿潤気候に分かれる。平野部では、降水量が少なく日照時間が長い。上高地や乗倉高原、美しが原などの山岳地帯は、平野部に比較して、若干降水量が多く、その分日照時間は短くなる。上高地などの安住地区は、松本盆地とは異なる日本海側気候で、 冬季の降雪量が多いこともあり、降雪地帯に指定されている。松本市中心部では、気温は年格差、日格差とも大きく、降水量は少ないという典型的な中央高知式機構の様相を予定することから、かつて存在した松本速攻者は、同機構の代表として、直達に車観測も行っていた。また多くの学校教材で、松本は、 中央高知式機構の都市例として取り上げられている。市全体が長野県中部に入り、その海区分においては、旧松本市、市が、あずさ川地区は、松本地域に、安住長和地区は、のりくら、上高地地域に属する。高天の日が多いものの寒さは厳しく、市街地でも放射冷却現象の影響で、0か10度以下まで冷え込むことがあるなど、冬日は多い。ただし、 日中の気温が5度程度まで上がる日が多いため、真冬日はそれほど多くない。冬型の気圧配置時は、風上に位置する飛騨山脈が雪雲を遮るため、豪雪地帯の安住地区を除い降雪は、ほとんど見られず、積雪したとしても数センチ程度である。ただし、日本の南岸を低気圧が通過する際には、一定量の降雪並びに積雪を見ることもあり、これを上雪と称する。 当地での積雪の大半はこの南岸低気圧に由来し、上雪の際には日本海の影響を受け比較的雪が多い。長野県北部地方と降雪量が逆転することがある。輻射熱の影響を受けることもあり、日中は気温が高くなるものの夜間は下がるため、熱帯夜を観測することは稀である。海洋の影響を受けにくいこともあって、 残暑も短く、秋の訪れは早い。観光期同様に、断光期も、好天の日が多く、結果として日照時間は、日本国内の観測点でもトップクラスに位置するほどに長くなる。松本盆地は山に囲まれており、日中でも風速7秒速8メートル程度の風が吹くことがある。このうち西側に位置する日騨山脈から吹いてくる風を、アルプスおろしと呼ぶ。 一方で台風に関しては、地形的な特性から風性が抑えられることが多く、風による被害を受けることは多くない。ただし降水については被害を受けることもあり、中でも1959年の台風7号は大きな被害をもたらした。市中心部を流れるメトバ側、薄川は有史以来たびたび氾濫し、市中心部を幾度も浸水させている。 松本市で観測した局地は、最高気温が摂氏38.5度、最低気温が低く摂氏24.8度、最大の1日の降水量が155.9ミ、mm、リメートル、最新積雪が78センチメートル。市の中心市街地活性化基本計画において、松本駅を中心とした商業地約190ヘクタールが中心市街地として捉えられている。 代表的なエリアは、松本パルコ、花時計公園を各に、若者向けの店や飲食店の立ち並ぶ、中央一丁目、大型店を中心に同じく、若者向けのスポットの集まる深市一丁目、縄手通りがあり、銀行支店などのオフィスが集まる大手三丁目、再開発により、近代的な商店街の立ち並ぶ、中央二丁目、松本城や市役所のある、丸の内等が該当する。 住居表示などで交渉からは廃止された、旧町名や障子が、現在も便宜的に使用されているが、障子名の一部や不動産地盤は、今でも不動産登記や、本籍などにおいては正式な住所である。市が、あずさ川、あずみ、ながわ、はた地区以外で、大技がつかない町廷はすべて住居表示地区。松本市の年齢もさえ階級別人口2006年2月1日現在。 水系人口総計松本市の年齢5歳階級、別人口平成18年2月1日現在、水系人口男女別松本市の人口推移5年後きの人口は太字になっている。新松本市は地域が広いため14市町村が隣接している。2015年国勢調査での中夜間人口比率は106.6%で、周辺自治体から流入超過となっている。 松本市の都市圏は様々な定義があるが、主だったものとしては、松本都市雇用圏、松本市都市圏、松本地域などがある。県内には、上高地や安美野など、全国的に有名な観光地があり、果樹栽培などの農業のほか精密機器などの工業も非常に発達している。松本が長野に対してアドバンテージを持っていた時代には、長野側も対抗意識を持っていたが、 成形両面で長野が松本を追い抜いた頃から次第に長野側の対抗心は薄れていった。松本と長野は対東京のありさまも対照的である。長野からは北陸新幹線で上野駅や東京駅へ、松本からは中央本線で新宿駅へアクセスしているため、東京都区内での宿泊地や居住地でも異なる様相を呈している。 このような地域間の対立はサッカーにおいても反映され、松本市を本拠地とする、松本山が FC と長野市を本拠地とする AC、長野パルセイロの対戦は、新州ダービーとして大きな盛り上がりを見せる。元長野県知事の田中康夫は、長野県ではなく、新州と呼称するが、長野県より、新州の方がイメージが良いためとしている。松本市は、 松本広域連合の構成員の一つであり、救急、消防業務、地域開発などの業務を周辺市町村と共同で行っている。現時点では、歴代広域連合長いずれも当時の松本市長が務めている。松本市、塩尻市、山形村、朝日村で構成する松塩地区広域施設組合では、 松本市島内にあるゴミ処理場や併設された温水プールラーラ松本を、また松本市山形村、朝日村中学校組合では、朝日村内にあるバチセイ中学校をそれぞれ共同で運営している。庁舎原子役所庁舎の老朽化により、2025年度の供用開始を目標として、本庁舎と東庁舎の建て替えを発表している。 第6回持続可能な地域社会を作る日本の環境首とコンテストに参加。松本広域消防局丸の内消防署、吉川消防署、渚消防署、本郷消防署、梓川消防署、赤品消防署、山形消防署丸の内と吉川の2消防署時代は、それぞれ北署、南署と称した。長野県の人口10万人あたりの師数を二次。 医療圏別に見ると松本が298.6、長野が162.2、上田証券が141.9、佐久204.2などとなっている。長野県内では松本以外いずれも全国平均の206.3を下回っており、松本医療圏が充実していることが伺われる。ただし、医師数が多いのは松本地区と安川地区に集中しており、安住地区。 滋賀地区、長和地区ではそれぞれわずか1から2人しかいない。太地は3次救急指定医療機関周廃郵便局、無周廃郵便局、簡易郵便局その他、テニスコート10カ所、運動広場17カ所、市民プール2カ所などが充実している。海外国内就業人口割合は、第1次産業、第2次産業、第3次産業イコール5.8%、 24.2%、24. 70.0%となっている。農業産出額154億2000万円商業、主な商業施設主なスーパーマーケット、家電量販店ホームセンター、家具店スポーツ用品店主な商店街、中央銀行郵便貯金銀行政策金融機関、都市銀行地方銀行、第二地方、 銀行信用金庫信用共同組合労働金庫、新連勝券新聞社放送局県立高校の通学区は第四通学区松本空港 JR 松本駅、東口松本インターチェンジ公立、私立高校や新州大学、様々な企業オフィスが松本駅前を中心とする松本市街内や市街地付近に位置するため大井戸線。 篠ノ井線では通勤通学ラッシュのみならず、北クラッシュ時にも6両、または5両編成での運行が行われている。特急、品野谷特急、あずさが乗り入れする。いずれも太平洋側の東京と名古屋を結ぶ、要衝でもあるので、東京と名古屋の両都市への傾斜も目立つ。あずさのうち、大井都線へ直通するものを除くすべての列車は、松本駅が始終点となっている。 東京まであずさで2時間半ほどかかるので、沿線自治体が中心となって、中央東線長高速化実現規制同盟会が結成されている。松本新宿間を2時間以内で結ぶことを目標にしているが、今のところ進展はなく、物理的な検知からも実現可能性に対する会議がある。かつて存在した鉄道403号線は、松本市内においては、 全区間19号線と重複しているため、単独区間はない主に、松本駅前にあるものを挙げる、松本山が FC のホームスタジアムである、サンプロあるウィン級軍人音楽美術作家、小説家映画野球サッカーその他のスポーツマスコミ、出版ポピュラー音楽俳優、タレントその他、ありがとうございます。